アーリントンカップ2022、4年で3勝の外球条件。皆様こんばんは。加速情報競馬データ検証のギャギューでございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、アーリントンカップ2022をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去のアーリントンカップ外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去のアーリントンカップでどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のアーリントンカップはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っていくべき外球馬のポイントを押さえていきたいと思います。それではこちら、アーリントンカップ2018の傾向でございます。1着がターブロンド、2着がパクスアメリカーナ、3着がレッドベイローでございました。今年は1から3着全てが外球仕上げとなっております。そしてこちら、アーリントンカップ2019年の傾向でございます。1着がイベリス、2着がカテドラ、3着がトーヤリトセオヨでございました。今年は2着と3着が外球仕上げとなっております。そしてこちら、アーリントンカップ2020年の傾向でございます。1着が大聖ビジョン、2着がギルデッドミラ、3着がプリンスリターンでございました。今年は3頭全てが外球仕上げとなっております。そしてこちら、アーリントンカップ2021年の傾向でございます。1着がゴーアマゾン、2着がリッケンバッカー、3着がレイモンドパローズでございました。今年は1着と3着が外球仕上げとなっております。アーリントンカップ2022年ネロがということで、朝日杯敗戦から外球仕上げは能力が違う、この法則はいかがでしょうか。2018年1着のタオルブドンドン、こちら朝日杯フューチュリステックス3着からミッドフェームファームでの外球仕上げとなっております。そして次に2020年の1着大成ビジョンでございます。こちらは朝日杯フューチュリステックス2着からノーザンファブシガラキでの外球仕上げとなっております。そして昨年2021年1着のホーアマゾン、こちらは朝日杯フューチュリステックスで9着と敗戦しておりますが、ノーザンファームシガラキでの外球仕上げで勝利しております。4年で3勝という活躍を見せておりますが、この2歳戦 G1 出走のアドバンテージと能力差はかなり大きいのではないかと思われます。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しました出走馬が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。